なんですかね、やっぱ体のそう作りっていうか、そういうのもあるんですかね。やっぱこうどっちかというとあったかいとか暑い方が、ね、得意っていうか、うん、冷えが苦手な。本当にそうです、うん、でも本当に寒いのダメで、うん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 、そういうのは多分ありますよね。 血っていうかね、遺伝的なとか。あるかなと思います。うん、お母さんも熊本の人ではあるね。あったかいですよ。そうですよね。確かに。そうだそうだ。うちの母親も寒いのはあんま得意じゃないです。あ、まあ、得意じゃないけど、寒い方が冬は好きみたいで、うんうんうん、頭がシャキッとするって言って本人は好きみたいですけど、なるほどね、得意ではないはずです。なんか、うんうんうん、めちゃくちゃ着込んでるし。なるほど。私はもうダメです。ね、あ、冷えやすそうですもんね、お体。めっちゃ冷えやすいと思います。うん、かる。右の方が肉動かすからゴリゴリはこっちの方が少ないですね。それでも左やった後動かしやすいのがこっちってなったから、ね、そういうことなんですね。痛いですね。凝ってますね。凝ってますね。でもお母さんにちっちゃい子から手もんでってよく言ってた覚えがあります。へえ。なんかそう本当に、うん、お母さんによくやってもらってた覚えを。手もんでもらうの？そう。なんでだろう。冷えてるから？かな、わかんないけど。ちょっと珍しいですね、子供が手を揉んでほしがるって。お腹の出てとかはね、私言ってましたけど。手揉んででしたね。肩とかそういうのも近くて。手を揉まれると気持ちが良くて。とか、あとは、うん、多分人に見てもらうのが好きなんでしょうね。あんた、うんち出てないよとか言われながら、うん、そのあるじゃないですか、うん、この辺のとか、うん、そういうのも言ってもらうことで、うん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 、あ、なるほどって思ったりとか思われる人も多いし、うん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 、普通に、うん、でもお腹撫でてとかよりも手もんででしたね。へ、うん、そうなんですね。これよくその指先からこの腕のこの辺ぐらいまでを言ってもらってました。そう、なんか軽くですけどね、うん、お風呂上がりとかに。へえ。でもじゃあお母さんもその辺ご存知だったんですね。そうですね。そういうのが本読んだことであってって言ってました。そのなんか。じゃあなんかそういう土壌はあったんですね。人にこう体揉んでもらったりすることの。さっきの左がどれだけ滞ってたかがすごいよくわかります。うん、いやすごかったです。ボキボキ言ってました、ね。いやでも多分そうなんです。左ってどっちかっていうと右利き手ですよね、うん、だから支える側だったりとかサポートみたいな、うん、そのメインで細かく動かすわけじゃないから、なるほど、自覚が出にくいんですよね。こっちもやっときますね。ちょっと手を押さえるので、はい、じゃあ腕を肘を回すようにしてください。
そうそうそう、内側、外側、そうそうそう、この内側、外側、内側、外側、はい、結構です。はい、やばいですね。これの塊が。すごい。結構小さくなってますよ ね、うん、さっきよりお顔の左右差、左の方が大きかったのが、うん、少し小さくなりましたね。あ、本当ですか、うん、うん、何ですかこれは。美顔粒です。お顔が綺麗になるという。いくらでも押してくださいもの疲れ取ったりもありますけど、お顔色が明るくなったりとか、うん、大事、はい、おさっきよりちょっと減ってきた感じですね。まだゴリゴリですけど皆さん多少その歯並びだったりとか、うんうん、ね、あのそういう口の動かし方とか、うん、違いますからね。どうしてもだってこう歯磨きする時点でね、うん、右と左がね同じように磨けないですし、確かに、うん、なんか積み重ねで、ね、やっぱ歪みが出たりとか出てしまうのはしょうがないというか、うん、まあ、普通にあることですよね。
ますけど目が凝って目が疲れてますね。すげえ。おお。どこをされても痛いんだけど。首がね。ちょこってます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あ、すいません。